トマーシュカーラスは、チェコオロモーツ出身のサッカー選手。チェコ代表、ブリストルシティ FC 所属。ポジションは DF。2004年に地元クラブの SK シグマオロモーツのユースチームでキャリアをスタートさせ、2009年にトップチームに昇格した。2010年5月5日、FC スロバンリベレツ戦でデビューを果たした。2010年7月7日、 イングランドのチェルシー FC に移籍した。しかしレンタル移籍という形でオロモーツで1年間プレーを続けた。2011から12シーズンも引き続き、フィテス製レンタル移籍。2014年6月11日、1年間のレンタル移籍で 1FC ケルンに加入することが発表されたが、出場機会に恵まれず、半年でチェルシーに復帰した。 2015年1月9日、ミドルズブラ FC にレンタル移籍した。2016年7月13日、フラム FC にレンタル移籍した。2018年8月23日、ブリストルシティ FC にレンタル移籍。2019年7月1日、ブリストルシティ FC に完全移籍。チェコ代表として各年代でプレイする。 2012年11月14日に行われたスロバキア代表との親善試合で A 代表初出場を果たした。2018年3月26日の中国代表戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。